はい、あたかめしております。本日は令和4年の12月18日、ここは金山総合駅です。この金山にはたくさんの路線が乗り入れているんですけども、今回ですね、地下鉄名城線を紹介していきたいと思います。この地下鉄名城線は日本で唯一環状運転を実施している地下鉄になっていまして、また沿線の景色は目まぐるしく変わっていくということで結構面白いんですけども、残念ながらすべて地下空間を走行していきますので、列車に乗りながらその景色を楽しむことができないんですね。というわけで今回なんですけども、こちらの自転車に乗りながら名城線沿線に沿って走り、名城線の魅力を皆さんにご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。金山駅から少し移動してきたんですけども、今回の動画冒頭のところにプロモーションを含むみたいな、そんな文言があったかと思いますが、お察しの通り今回の動画は企業案件の動画になっております。で、今回紹介するサービスがこちらのお出かけアプリフラットというものになっています。これどういうものかと申しますと、いろんなこと、例えば旅行とかお出かけに詳しい方と、それを、一緒に体験したい方と直接つなぐ、そんなサービスになっています。例えばどんなのがあるかと申しますと、こんな感じ、人気プランというのが並んでいますが、旅行というとちょっと遠くまで行くみたいな、そんなイメージがありますが、例えばですね、こんな感じ、犬山城下町で可愛い写真を撮りながら食べ歩きみたいな感じで、自分の詳しい地域に関してゆるく紹介することができる、そんなサービスになっています。で、これ、ゲストの方、体験する側はね、お金を払って参加するということで、紹介するガイド側としては、これ一つ副業にもなり得るのかなというふうに思います。で、このフラットというサービスはね、まだリリースされてから日が浅いみたいでして、このプランの数も、それから、それを体験する方もまだあまり、数はいらっしゃらないというような感じなんですけども、逆にその分、ガイドとして副業としてやる方にとっては、始めやすい、そんなメリットもあるかと思います。始めるには会員登録が必要なんですけども、すでに会員登録しちゃったんですけども、一旦ログアウトしますと、会員登録、これ Google、Facebook、Apple、それからメールアドレスで会員登録することができます。もうすでに Google で登録しちゃってるので、ちょっとメールアドレスでそれをお見せすると、こんな感じでニックネームとか、こういったものを入力するとゲストとして、登録することができます。で、ガイドとして登録するにはこれですね、もう一つね、ガイド情報を登録するっていう、こういう手順を踏む必要があります。プロフィールと電話番号認証と、それから、ストライプ登録という、この3つを、終わらせることで、ガイドとしても、登録することができるようになっています。個人的にね、これやってみた感じは、プロフィール電話番号認証までは非常に簡単にこなすことができたんですけども、ちょっとね、このストライプ登録というのが難しかったような印象がいたします。で、晴れてガイド情報を入力しますと、マイページのところから、ものを作ることができます。あ、一旦ログアウトされちゃったかな。で、晴れてガイド登録が完了しますと、マイページのところから、プランを作成することができます。もうすでにね、ある程度作っちゃったんですけども、新しいプランの作成から、タイトルとか、それから、写真とか、そういうのを入力すると、ガイドを作成することができます。値段もこんな感じで自由に設定することができます。他の方の相場とかを見ると、だいたい5000円から1万円ぐらいだと思うので、ちょっとこの3万円という値段設定は世間を舐め切ってるような、そんな感じになってますが、とりあえずこれでやっていこうと思います。画像もこんな感じに登録するんですけども、これはね、今手持ちの画像パッド、載せただけなので、あまり良くない画像なんですけども、道中、写真撮っていく段階でちょっといろいろ差し替えていきたいと思います。金山の駅の画像しかありません。で、一通り終わりますと、こんな感じでプレビューが出てきます。プランの作成が終わりますと、あとはここプランの公開というところを押すだけで、フラットのサイト上でこのプランが公開されるということになります。で、ちょっとね、今これ気になってるのが、これで名城線一周のプランを作ったんですけども、一応ね、時間を5時間というふうに設定してるんですけども、実際にね、これから名城線を自転車で一周しながら、大体どれくらいかかるのかなというのを、試していきたいと思います。そんな感じで今回の動画、企業案件の動画にはなっていますが、一番はね、やっぱり視聴者の皆さんに楽しんでいただかないといけませんので、しっかり名城線の魅力発信していきたいと思います。ちなみにここ名鉄の金山駅なんですけども、こんな感じに、レンタサイクルもありますので、実際このフラットのプランを使って、私と一緒に名城線を一周する場合には、こちらを使うというのもいいかもしれません。ただ今の時間帯、これ全部で売り切れてしまっていますので、これもなかなか人気で、これをね、完全に当てにするというのはちょっとね、不安が残るところではあります。さあ、というわけでこれから名城線一周を始めていきます。今の時間が15時7分ということで、ちょっとね、一周するまでに日が暮れちゃう可能性が高いんですけども、なるべく早く回っていきたいと思います。
東別院です。この東別院というのは付近にね大きなお寺がありまして、その名前を取って東別院という駅名になっています。ちょっとねここからは見えないんですけども、あれが東別院です。というわけで工程を進めていきます。さあ出発してから10分ぐらいですが、ここで2つ目の名城線の停車駅上前津に到着です。この上前津は地名の由来が結構面白くてですね、由来が2つあるんですけども、一つはねこの辺り、入江、海の入江の付近だったということで前津、まあ、そんな感じで上前津になったという説とね、それからねあの鶴が舞っていたから、舞鶴、それで舞津、上舞津みたいな、そんな感じになった、そういう2つの説があります。まあ、このお隣の駅、鶴舞という駅がありますので、まあ、それと考えると鶴が舞っていたという説が非常に有力そうに見えますが、付近にはねこちら運河である新堀川という川も流れていますので、まあ、そういうふうに考えると両方とも信憑性があるのではないか、個人的にはそんな感じに思えてきます。上前津といえばこちら大須商店街が有名です。こちらで散策するというのも悪くありませんが、今回は先を急いでいきたいと思います。さあ八和町駅に到着です。この八和町といえば、まあ、八和戸が有名なんですけども、この八和町という名前の地名の由来がねちょっと面白くてですね、まあ、皆さんやばいという言葉を使うと思うんですけども、まあ、そのやばいの言葉と語源が一緒でですね、昔この辺りにね、徳川の山、八尾いる場所があったということで、それで、ね、八和町という名前がついているという説がございます。実際にねこの付近にある神社のところにかつての面影を見ることができます。結構ねそういう地名の由来とかを見ると面白いんじゃないかなと思います。この辺りまで来ると100メートル道路、戦争が終わった時に火事が起きても反対側にその火事が広がらないようにということで、横幅が100メートルぐらいある道になっています。さあ4つ目の駅栄に到着です。まあ、栄といえば名古屋一の繁華街、まあ、そんな感じになっていますが、地名としては2番線での地名になっています。もともと名古屋駅の名鉄のお隣の駅佐向というところがありますが、あの辺りの人たちがこの栄の辺りで商売を始めたということで、その佐古村に倣って栄という名前がついたと言われています。地名としては2番煎じなんですよね。今やその元ネタである佐古村を凌駕し、ここ栄の方が名古屋一の繁華街になっているわけですから、なかなか面白いものです。こちらにはオアシス21がありまして、反対側にはテレビ塔改め中部電力未来タワーがあります。最近ねこれ名前が変わったようですけども、うっかり見逃しそうになりましたが久屋大通駅です。もう栄からはねずっと地下街でつながってる、そんな駅になっています。さあというわけで反対側に渡ってきたわけですが、ここで注目したいのがこちらの光景です。ここちょっと地面がくぼんでいるのはもともと名古屋城の外堀だったところなんですけども、ここを見ると何やら妙な階段があります。そして立ち入り禁止、立ち入り禁止なのはわかるんですけども、その左側名古屋鉄道株式会社って書かれてるんですよね。なぜこんなところに名鉄が土地を持っているのか、それはなかなか面白くてですね、もともとここに名鉄瀬戸線という路線が走っていまして、今さすがにそれは地下になって別の場所走るようになったんですけども、昔ここ走っていたということで、まあ、そういう廃線跡がここに残っている、まあ、そんなねちょっと面白いところになっています。そして栄の地区を出まして、少しするといよいよ
名古屋市役所とか県庁があるようなそういうところに入っていきます。名城線の次の駅は市役所駅です。さあ地下鉄市役所駅です。地下鉄の入り口にしてはめちゃくちゃ荘厳な入り口になっているのがお分かりいただけると思います。確かにそこに名古屋市役所があるということで駅名が市役所なわけですが、ちょっとねここからは見えませんが名古屋城が付近にあるということで、まあ、その観光に合わせてこんな感じのすごいいかつい作りをした駅の入り口になっています。ちなみにこの動画を撮っている令和4年の12月18日時点では駅名が市役所なんですけども、来年令和5年の1月4日にこの駅名が市役所駅から、名古屋城駅に変わるということになっています。まあいろいろその切り替わる理由はあるんですけども、まあその理由の一つがねこの次の駅にあるということで、また自転車で向かっていこうと思います。そして道中にあるこれが名古屋城ですね。もともとは国宝第1号でしたが戦争で焼けてしまって、今2代目の駅舎じゃないやお城ということになっています。実際にねこれをフラットの中のプログラムでやる場合には名古屋城の中まで観光するというのも、まあ、一つのプランとしてはありだと思いますが、今回は先を急いでいきたいと思います。さあ自転車で少し走ってきまして、ご覧いただいています名城公園、まあ、名古屋城の近くにある名城公園というのがあるんですけども、この名城公園という名前の駅がここに存在していまして、これが名城線の市役所駅の次の駅になっています。でこれ分かりにくいことにですね、この名城公園から名古屋城まで歩いていくとちょっとね距離があるんですね。名古屋城の最寄り駅は市役所駅ということになっています。でそうすると、名古屋の観光にお越しになった人が間違えて名古屋市役所ではなくてここ名城公園で降りてしまって、ちょっと名古屋城まで歩く必要があると、まあ、そういう不便なことがあるということで、今度1月4日に、名城公園駅失礼、市役所駅を名古屋城駅に変わるということを行います。さあここまでずっとまっすぐ北上してきた地下鉄名城線ですが、ここでほぼ直角に曲がっていくことになります。これに合わせて我々も次の交差点ぐらいで曲がればちょうどいいのかな。さあまもなく地下鉄名城線の次の駅黒川駅ですが、この黒川のね一つの魅力というか見どころといえばねこれだと思います。狭い土地を有効活用して上のところから車が高度を下げてくるためにこんな感じ渦巻き状にループ線を張っている、これがなかなかね迫力があって見応えのあるところだと思います。ここなんかこんな感じ渦巻きの中に建物までね立ってるんですね。なかなか面白い光景です。で肝心の地下鉄名城線の黒川駅はですねここではなくてもう一個向こうの通りにあるということになっています。ちなみにこの駅名の由来黒川なんですけども、まあ、そこにね橋がかかっていまして、まあ、川があるわけですけども、そこにある川はね名前が堀川という名前になっています。黒川という地名は一体どこから来たのかと申しますと、まあ、黒川という川は実はなくてですね、この堀川を治水したのが黒川さんという方でして、でその名前を取って黒川という地名がついたちょっと、ね、ややこしい地名になっています。これですね、ちょっと見えにくいですけども、この画面真ん中に映っている青いこの地下鉄の入り口、これが黒川駅の入り口です。これが滋賀本通りです。さあ着きました。次の駅平安通りです。平安通りはねここ面白いのが日本一短い地下鉄路線上井田線との乗り換えができるところです。
さあ、というわけで大曽根に到着です。名鉄瀬戸線及び JR 中央本線、それからゆとりトラインにも乗り換えが可能な名城線の一つのターミナル駅となっています。そしてこの大曽根駅付近で東区から北区に入りまして、なんとなくその北区の方面とそれから東区の方面、雰囲気も変わってくるというのが興味深いところです。これが地下鉄の入り口ですね。こちら側にあるのが JR 中央本線、これが地下鉄、そして向こうにあるのが、ゆとりトラインというものです。これもね、走ってるの完全にバスなんですけども、一応法律上は鉄道っていうね、非常にカオスな交通手段になっています。しばらくの間はこの地下鉄名城線はこのゆとりトラインと並走しながら走っていくことになります。さあ、5分ぐらい自転車で走りまして、次の駅名古屋ドーム前矢田に到着です。言わずもがなバンテリンドーム名古屋があるということで、それにちなんだ駅名です。こちらのファミリーマートもね、ドラゴンズ仕様になってるんですね。ちなみにドームの方はね、昨年、バンテリンドーム名古屋という名前に、まあ、講和が、ネーミングライツを獲得しまして変わったんですけども、駅名はね、従来通り名古屋ドーム前矢田を名乗っています。やだやだっていう感じでなんか否定してるみたいなんですけども、そんなことはありません。ドームの名前が変わったといっても、これはネーミングライツで変わったに過ぎないということで、まあ、それに合わせてこの駅名も変えていると、その駅名変更にお金がかかりすぎる、多分そういうことだと思うんですけども、未だにこちらの駅名の方は名古屋ドーム前矢田という名前になっています。さあ、名古屋ドーム前矢田の次の駅、砂田橋です。ここまでゆとりトラインが近くを並走してきましたが、ここでゆとりトラインは地下鉄名城線とは離れていきます。こんな感じでゆとりトラインは90度直角に曲がっていきまして、森山方面に向かっていきます。地下鉄名城線は従来通りまっすぐ進んでいきます。今この道をまっすぐやってきました。地下鉄名城線はここで緩やかにカーブをしていきますので、この辺りで曲がる必要があります。さあ、砂田橋の次の駅、茶屋ヶ坂です。茶屋ヶ坂という駅は昔この辺りに一軒のお茶屋さんがあったのか、そんな感じで茶屋ヶ坂という名前がついているようです。だいたいこれで地下鉄名城線金山から出発しまして、半分ぐらいは来たかなというところですが、こっからがね、坂が続くということで、かなりね、しんどいところです。こんな感じで坂が続いていきますが、まだこれはね、序の口です。こっから多分ね、数キロにわたってアップダウンを繰り返していくことになります。これ実際にフラットのプランとして行う場合には、まあ、一緒に行う方と、まあ、適宜疲れたら歩きながら自転車を押しながら進むみたいな、まあ、そういうこともねやっていく必要があると思います。ちなみにだいぶね暗くなってきているんですけど、今の時刻は夕方の5時頃です。撮影している日が12月18日ということで、ほぼもう冬至に近い頃でして、1年の中で最も太陽が出ている時間が短い頃でして、まあ17時ぐらいでももう暗くなってしまう、そういうことになっています。まあ今回に関しては金山を出発したのが夕方の3時頃でしたので、まだ経過時間は2時間ぐらい、まあ、これ実際に10時ぐらい、朝の10時ぐらいから始めれば、まあ普通に夕方の3時ぐらいには終われるのかなと思います。もうだいぶね暗くなってきたので、また後日撮ろうかなということも考えたんですけども、今この動画を撮ってるのが iPhone で撮ってるんですけど、意外とね暗い中でも撮影がちゃんとできていそうなので、まあ、今回の撮影に関してはこのまま終点の金山まで向かっていこうと思います。
さあ間もなく茶屋ヶ坂の次の駅自由が丘です。この辺りでここまでひたすら上り坂を登ってきましたが、下り坂に転じていきます。この下り坂は確かね、次の駅元山まで続いていたと記憶しています。さあ到着、これが自由が丘駅です。さあ下り坂を完全に終えまして、広い通りに出ると間もなく次の駅元山に到着です。さあこれが元山駅ですね。そしてこの元山までずっとね下り坂が続いてきたんですけども、こっから再び上り坂が続いていきます。上り坂があれば下り坂があり、また上り坂が始まる、まるでね人生のような工程です。さあ元山から進むことちょっとね距離がありますが、名古屋大学に到着です。これですね、私が落ちた大学です。さあ坂を下ってきまして赤十字が見えますが、これが名古屋第二赤十字病院矢事日赤です。さあ坂を下ってきまして到着しました矢事駅です。この矢事というのは地名の由来として岩が凍るというのが、まあ、訛って矢事になったと言われていまして、それだけ昔からこの山だったということなんですよね。そういうことを考えると、この上がったり下ったり、まあ、坂道が多かった工程というのも納得できるところなのかなというふうに思います。ちなみにこの矢事では地下鉄鶴舞線と接続しています。この矢事から先の地下鉄名城線は比較的、ね、平坦なところを通っていきますので、岩がこぼるようなところ、山あいのところはこれにて終了ということになります。さあというわけで着きました次の駅総合リハビリセンターです。東京の高輪ゲートウェイにも通じるようなカタカナの駅名、他に、ね、何かいい駅名なかったのかというような気もいたしますが、周りはこれ以外は特に、ま、住宅地というような感じでして、まあその地名をそのまま採用するよりは総合リハビリセンターにした方が、まあ、分かりやすい、多分そういうことなんでしょうね。ちょっとね寒すぎて手がかじかむぐらいなので、ちょっとねここで休憩をしております。総合リハビリセンターの駅の入り口がありまして、ここは時折あの地下の風が吹いてきまして、これがねあったかいんですよ。ちょっとねここで休憩をしております。さあこれが瑞穂運動場東です。さあ先ほど通り過ぎました、これが瑞穂運動場東です。地図こんな感じですね、ちょっとぼやけてるかな、桜通り線の方に瑞穂運動場西という駅もあるんですけども、ちょうどその2つの駅で挟み込むような感じで瑞穂運動場が存在しています。でこの名城線一周という観点で見ると、もうねだいぶ金山を出発して一周ももう7割ぐらいは終わったのかな、それぐらいのところまで来ています。これが先ほどご紹介した瑞穂グラウンドですね。さあというわけで到着しました荒玉橋です。荒玉橋はね名前の由来が面白くてですね、今ご覧いただいているこの通りが、瑞穂通りという名前の通りでして、でそこにねあの橋がかかってるんですけども、橋を越えた向こう側は新興通りというそういう名前の通りになってるんですね。でその新興通りと瑞穂通りを結ぶ橋ということで、2つの頭文字を取って荒玉橋、そういうネーミングになっています。さあ荒玉橋から少ししまして、次の駅妙音通りに到着です。この妙音通りは名古屋の地下鉄の中では一番利用者数が少ない駅になっているらしいんですけども、まあ、別に付近に何もないということはなくてですね、住宅地もあり、住宅地というかマンションもありまして、あの人は住んでいるんですけども、まあ、付近にこんな感じ名鉄も走っていまして、
まあ、そういった方面と分散することによって、利用者数が少なくなっているんじゃないかな、そんな気がいたします。まあ、新たな橋とかも近いですしね。さあ、信号を渡ってきたところで地下鉄名城線の堀田駅に到着です。もう堀田なかなか面白くてですね、あの名鉄も付近に堀田という駅を持ってるんですけども、名鉄の堀田駅は600メートルぐらい、ね、離れたところに存在しています。ちょっとここからだとズームしても見えないかな。この先にちょっと離れたところに名鉄は駅を作っています。こんな感じですね。地下鉄の堀田と名鉄の堀田、若干距離が離れています。そしてこの堀田まで来るともうだいぶね進んできた感じ。今回の目的地金山までは天馬町神宮西西高倉金山ということで、あと4駅進んだら終点です。さあ、というわけでこちら天馬町に到着です。江戸時代から続く由緒あるあの地名なんですけども、これあの駅名表のところがシールで貼られているのがお分かりいただけると思います。これはですね、来年の令和5年の1月4日に駅名変更されるということが決まっていまして、もうあとこれをパッと剥がせば新しい駅名になる、まあ、そんな感じに準備がなされているわけです。天馬町駅の新しい駅名は熱田神宮天馬町という名前なんですけど、もうこの横にはねすでにしゃっかり新しい駅名が採用されてるんですね。さあ、天馬町の次の駅神宮西に到着です。この神宮西に関してもですね、こんな感じ駅名変更する気満々、そんな感じの、この見た目になっております。先ほどの天馬町と、続きましてこちら神宮西に関しても、熱田神宮西に駅名が変更されるということになっています。この天馬町と神宮西いずれも、熱田神宮の最寄り駅という扱いなんですけども、ちょっとあの名古屋に訪れる観光客からすると駅名が分かりにくいということで、それでね駅名を変えるようです。ここまで来るとあともう金山までの途中の停車駅というか途中の駅は西高倉のみということになります。さあ、着きましたよ。最後の途中駅西高倉です。着きました。出発地点金山駅に戻ってきました。名城線およそ26キロの一周の旅の終了でございます。さあ、というわけで金山駅に戻ってきたわけですが、ただいまの時刻がこちら19時34分です。出発したのが15時7分とかだったので、4時間半ぐらいかかったという計算になりますね。まあ、当初、2時間ぐらいでゴールできたらいいなと思ってたんですけども、全然そんなことはなく、倍以上の時間がかかってようやく到着でございます。5時間だとちょっとかかりすぎみたいな、そんなことを冒頭で述べましたが、どちらかというと4時間半だいぶね急いで4時間半でしたので、まあ、実際にあの余裕を持った時間設定にするのであれば6時間ぐらいはね取っておいた方がいいのかな、そんな風にも思ったところです。ちょっとそういうこともね考えまして、あのフラットのねプランを少しあの手を加えたいと思います。というわけで今回は名城線を一周しながらその魅力を皆さんにお伝えすると同時にフラットというアプリを紹介するということでお届けしてまいりました。名城線のねあの景色ということで紹介する予定だったんですけど、途中でねちょっとこのスマホをね立てるものが壊れてしまいまして、ちょっと途中からねあの走行中の映像がほとんどなかったんですけども、まあなんとなくその名城線の沿線の風景お分かりいただけたんじゃないかなというふうに思います。またフラットというアプリに関してはですね、まあ、登録に関しては完全に無料でして、私のチャンネルの視聴者層的にはどちらかというと旅とかあのお出かけに詳しい方が多いと思いますので、ぜひ皆さんもねあのガイドに登録していろいろやってみるとあの面白いことができるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。